音楽界の重要な存在として知られるイノランさんですが、その音楽性の根源には家族との関係が深く関わっているようです。父親のギター演奏や母親への感謝の気持ち、そして兄弟との絆が彼の創作活動に大きな影響を与えてきたと考えられます。神奈川県秦野市の実家で育った環境が、イノランさんの独特な音楽スタイルを形成する一因となったのかもしれません。家族との関係性や実家での経験が彼の音楽にどのように反映されているのか、興味深い点です。牧師、イノランと父親、音楽への影響、イノランの母親と音楽キャリアの始まり、イノランの兄弟関係と家族の影響、イノランの実家と音楽への道、イノランの音楽スタイルと出身地の影響。イノランと父親、音楽への影響。イノランさんの父親についての情報は限られていますが、音楽に対する影響は大きかったようです。イノランさんは、父親がギターを弾くのが上手だったと語っています。家庭にあったガットギター。イノランさんの家庭には、多くの家庭と同様にガットギターがあったそうです。当時は珍しくなかったようですが、イノランさんの家庭では特別な意味を持っていました。父親がガットギターを非常に上手に弾いていたことが、イノランさんの音楽への興味のきっかけの一つになったかもしれません。家庭内で音楽が身近にあったことは、イノランさんの音楽的な感性を育てる上で重要な役割を果たしたと考えられます。父親の演奏を聴くことで、音楽の魅力や楽しさを自然と感じ取っていたのかもしれません。イノランさんの家にはガットギターがあった。父親はガットギターが非常に上手だった。家庭内の音楽環境がイノランさんに影響を与えた可能性がある。しかし、イノランさんが音楽に本格的に興味を持ち始めたのは中学1年生の頃だったようです。それまでは歌謡曲や外国のポップス、ロックなどをあまり聞いていなかったと語っています。友達の影響や、テレビのヒットチャート番組を見たことがきっかけで、音楽に目覚めていったようです。このことから、父親の影響だけでなく、周囲の環境や時代の流れも、イノランさんの音楽への興味を深めるのに一役買ったと考えられます。イノランの母親と音楽キャリアの始まり、イノランさんの母親に関する情報は非常に限られていますが、彼の音楽キャリアの初期段階で重要な役割を果たした可能性があります。家族の支援と音楽への理解。多くのミュージシャンの場合、家族の理解と支援が音楽キャリアを追求する上で重要な要素となります。イノランさんの場合も、母親が彼の音楽への情熱を理解し、支援していた可能性があります。しかし、具体的な情報がないため、これは推測の域を出ません。イノランさんが公の場で母親について語ることは少なく、プライバシーを大切にしているようです。イノランさんは、ある楽曲の歌詞を母親に向けて書いたと明かしています。これは、母親との関係が彼の音楽制作に影響を与えていることを示唆しています。楽曲の中で、大切な人とすれ違うこともあるが、繋がっているものがあると表現しています。また、感謝の気持ちを込めて、ありがとうという言葉を使っているそうです。このことから、イノランさんと母親との関係は、時に複雑であっても、深い絆で結ばれていることが伺えます。母親への感謝の気持ちが彼の音楽制作の原動力の一つになっているのかもしれません。イノランさんは母親に向けて楽曲の歌詞を書いた。歌詞には感謝の気持ちが込められている。母親との関係が音楽制作に影響を与えている可能性がある。イノランさんの音楽キャリアの初期段階では、家族の理解と支援が重要だったと考えられます。特に、音楽活動を始めた頃は、周囲の理解を得ることが難しい場合もあります。そのような中で、母親が彼の音楽への情熱を理解し、支援していたとすれば、それはイノランさんにとって大きな励みになったことでしょう。しかし、
これらの情報は推測の域を出ないため、イノランさんの母親が彼の音楽キャリアにどのような影響を与えたのかについては、確定的なことは言えません。イノランさんは、自身のプライバシーや家族のプライバシーを大切にしているようで、公の場で家族について詳しく語ることは少ないです。これは、アーティストとしての姿勢や、家族への配慮の表れかもしれません。音楽活動を続ける中で、家族との関係性も変化していったことでしょう。イノランさんの音楽キャリアが成功を収めるにつれ、家族の理解や支援の形も変わっていった可能性があります。しかし、母親への感謝の気持ちを込めた楽曲を作っていることから、家族との絆は常に彼の音楽の根底にあるのかもしれません。イノランさんの音楽には、家族との関係性や、人生の様々な経験が反映されているのでしょう。これからも、イノランさんの音楽活動を通じて彼の人間性や家族との関係性が垣間見えることがあるかもしれません。ファンにとっては、そういった側面も含めてイノランさんの音楽を楽しむことができるのではないでしょうか。イノランの兄弟関係と家族の影響。イノランの兄弟関係については、公式な情報が限られているため、多くは噂や推測に基づいています。しかし、いくつかの情報源から、イノランが兄弟がいることが示唆されています。三人兄弟の長男説。噂によると、イノランは三人兄弟の長男だとされています。この情報は複数のファンサイトや音楽関連のウェブページで言及されていますが、イノランご本人や公式な情報源からの確認はありません。兄弟がいるという噂は、イノランの音楽性や人格形成に影響を与えた可能性があります。長男として育った経験が彼のリーダーシップスキルや責任感の発達に寄与したかもしれません。ルナシーやソロ活動での彼の姿勢は、こうした家庭環境の影響を受けている可能性があります。イノランは三人兄弟の長男という噂がある。兄弟関係が彼の音楽性に影響を与えた可能性。長男としての経験がリーダーシップスキルの発達に寄与した可能性。しかし、イノランは自身の家族や私生活について公の場で語ることが少なく、兄弟関係の詳細は明らかになっていません。これは、プライバシーを重視する彼の姿勢の表れかもしれません。イノランの実家と音楽への道、イノランの実家に関する情報も、多くは推測や噂に基づいています。しかし、いくつかの確定情報から彼の音楽キャリアの出発点について垣間見ることができます。秦野市での音楽との出会い、イノランは神奈川県秦野市出身であることが知られています。この地方都市での成長が彼の音楽性にどのような影響を与えたのかは興味深い点です。秦野市は東京から離れた場所にありますが、音楽シーンとの接点がなかったわけではありません。イノランが中学生の頃、同じ学校に通っていた J と出会い、音楽への興味を深めていったことがわかっています。実家の環境が、イノランの音楽キャリアの出発点となった可能性が高いです。地方都市で育ったことで、東京の華やかな音楽シーンとは異なる視点や感性を培ったかもしれません。これが後のルナシーやソロ活動での独特な音楽性につながっている可能性があります。イノランは神奈川県秦野市出身。中学時代に J と出会い、音楽への興味を深めた。地方都市での成長が独特な音楽性の形成に影響した可能性。実家の環境については詳細な情報が少ないですが、イノランが音楽を始めた頃の様子について、いくつかのインタビューで語られています。例えば、中学3年生の時に J からギターを教わったことや、高校時代に本格的に音楽活動を始めたことなどが知られています。これらの経験は、実家や地元の環境と密接に関連していたと考えられます。
秦野市という比較的小さな都市で、音楽を志す仲間と出会い、切磋琢磨していった過程が、イノランの音楽キャリアの基盤を形成したのでしょう。実家の音楽環境、イノランの実家の音楽環境については、具体的な情報が少ないですが、いくつかの推測が可能です。多くのミュージシャンの場合、家庭内に楽器があったり、音楽を聴く環境があったりすることが、音楽への興味のきっかけとなることがあります。イノランの場合も、実家に何らかの音楽的要素があった可能性は十分に考えられます。例えば、家族の誰かが音楽を趣味としていたり、レコードや CD を聴く習慣があったりしたかもしれません。しかし、これらは推測の域を出ず、イノランご本人が公の場で語っていない限り、確定的なことは言えません。イノランは自身のプライバシーや家族のプライバシーを大切にしているため、実家の詳細な情報は明らかになっていません。それでも、イノランが音楽に興味を持ち、プロのミュージシャンとしてのキャリアを追求するに至った背景には、実家の環境や家族の理解があったことが想像できます。多くのアーティストにとって、家族の支援は重要な要素となります。イノランの場合も、音楽活動を始めた頃、実家や家族の理解があったからこそ、現在の成功につながる道を歩むことができたのかもしれません。イノランの音楽スタイルと出身地の影響。イノランの音楽スタイルは彼の出身地である秦野市や実家の環境と無関係ではないでしょう。地方都市で育ったことが彼の音楽性にユニークな要素を加えている可能性があります。地方都市ならではの音楽体験。秦野市のような地方都市では、東京のような大都市と比べて、ライブハウスや音楽スタジオなどの施設が限られていたかもしれません。このような環境で音楽活動を始めたイノランは、限られたリソースの中で創造性を発揮する必要があったと考えられます。この経験が、後のルナシーでの活動や、ソロアーティストとしての独自のサウンドの形成に影響を与えた可能性があります。地方都市ならではの静けさや自然環境も、イノランの音楽性に反映されているかもしれません。イノランの音楽には、都会的な洗練さと同時に、どこか懐かしさや温かみを感じさせる要素があります。これは彼の出身地や実家の環境が影響している可能性があるでしょう。以上のように、イノランの兄弟関係や実家に関する情報は限られていますが、彼の音楽キャリアや音楽性との関連性を推測することができます。ただし、これらの情報の多くは推測や噂に基づくものであり、イノランご本人による確認がない限り、確定的なことは言えません。イノランのプライバシーを尊重しつつ、彼の音楽をより深く理解する一助となれば